こんにちは。今日紹介するのは、N ゲージで、の、これは、トミックスさんの商品番号が92310で、JR キハ 71K 特急ディーゼルカー、書いてありますけども、要は、JR 九州の、今は JR 九州の湯布院の森一世更新後のセットと書いてます。結構、これ、書き方が細かいんですよね。湯布院の森っていう、今では JR 九州になりましたけども、JR 九州の列車があるんですけれども、まあ、緑色の車体に、ハイデッカーの特急ですね。で、車両としては多分もう新しくないというか、まあ正確に言うともう随分古い車両だとは思うんですけれども、まあ、この頃からっていう言葉は表現はちょっと正しくないかもしれませんけども、 JR 九州というものが、車両に対して、車両に対してというか、普通の通勤とか通学以外に、まあ今では観光列車って言い方をしますかね。観光客に特化した、まあ観光客に特化したは嘘ですけれども、まあ観光客の皆さんに、乗ってもらおうと、そのために印象に残るような車両を作ろうとした最初の頃かと思います。これが、その、最近この鉄道模型というのを始めて、分かってきた、まあ、分かってきたって言い方おかしいですね。こう、ああそんななんだって思うようになったことの一つに、買いたいと思う車両っていうのは、一つは自分が今までに乗ったことのある車両で、もう一つは乗ったことはないけれども乗ってみたい、あるいは憧れてるの、まあ乗ってみたいっていうのは、まあある意味憧れだと思うんですけれども、憧れてる車両っていうものを買っていくような気がします。で、なんでかっていうと、例えば、ここにちらっと見えるのは、リバティが今ここに乗ってますけれども、リバティは乗ったことがあるし、車両の、まあ、なんていうのかな、特にあの正面、まあ、正面と後ろから、正面後ろなんですけども、見た絵が、顔っていう表現もどうかと思いますけども、顔が、やっぱかっこいいですよね。車両、普通一般的な車両っていうのは、まあイメージ的にまあこんなもんかなっていうのがあると思います。鉄道車両の先頭車っていうののイメージにはまあいろんなものがあると思うんですけれども、ちょっとやっぱり自分の中では斬新でしたね。あと、ここに今乗ってるのは七つ星が乗ってますね。で、七つ星っていうのは、まあ、JR 九州が観光列車というものをもう極端に振った、例えば、実はそのオリエントエクスプレスなんて乗ったことないんですけれども、そういうような、もう、観光列車というものにもう乗れる人数も限られてる、その代わり、乗るための
手段も限られてる、あとお金もコストも非常にかかる。でこのただ単に高いだけっていうんであれば、まあいろいろあったんでしょうが、その乗れる人数が限られてるなので、言い方悪いんですけれども、そのお金があれば乗れる、お金さえ出せば乗れるってわけではないところがあるんですよね。その今特にコロナで運休はしてないのかな、まあ、食事を出したりするんで運休をしてるかもしれない、まだ運休してるかもしれないんですけれども、そのコストがかかるっていうのと、あとその当選しなければ逆に今乗れない、まあそのうちみんなが、大体富裕層の人たちが一回り乗って、もう飽きたってなったらどうなるのかなっていうのはあるけども、まあしばらくそういう状況は起きないでしょうね。あとそこに並んでるのは、昔の懐かしい国鉄色のキハとか、蒸気機関、ああ、違う、ディーゼル機関車、ああ、ディーゼル列車、汽車とか、あとは、まあ、自分が九州出身っていうのもあって、九州の鉄道車両の方が印象に残ってるんで、九州の車両を買ってることが多いんですけれども、JR 九州色の、ディーゼル列車、あるいは、なんだっけ、緑っていう、博多から佐世保に行ってる特急があるんですけれども、その緑のハイパーサルーンという、これも昔の列車で、特徴としては、多分車両の真ん中に、普通乗車口乗ったり降りたりするのは、いくら特急といえず特急だろうが、まあ今までそれまでの多くの場合はですね、車両の両端部に、車両の両端に、乗降口乗り降りっていうのがあったと思うんですけれども、このハイパーサルーンっていうのは車両の真ん中に乗降口をつけたっていうね、なかなかこう奇抜なって言ったら悪いですけれども、全く普通の乗降位置と変わってしまうわけなんで、まあそういうところは慣れも必要だったかな、その乗客側の慣れも必要だったと思いますけれども、そんなやつ。あとカモメですね、白いカモメと呼ばれてる白い JR 九州の車両、こうやって見てみると JR 九州の車両が多いですね。あとは他は何だったかな、寝台、今の唯一の寝台はあれ何でしたっけ、山陰と四国に行くやつ、あれ名前が出てこない、あら何だったっけ、まあそんな乗ったことのある、まあこれ乗ったんですけれども、多分ですね、子供の頃初めて両親に連れられて乗ったいわゆる寝台列車っていうのが、僕の記憶が合ってるならば多分暁という列車に乗ったと思います。しかもその頃は暁、まあ何号か忘れましたけど、暁っていうのが1日に何本か出てたと思います。まあ、そのぐらいその夜行列車っていうものが当たり前だった時代があって、でまあどういう経過というか分かりませんけども、分かりませんっていうか、多分まあ飛行機、新夜行列車っていうものの、夜行列車というものの需要というか、お客さんが減って、まあ夜行列車っていうのは、まあ前はブルートレインと呼ばれてたように、青い客車をその使ってることが多かったんで、まあいわゆるブルートレインという言い方をしたと思うんですけれども、そのブルートレインっていうものに初めて乗ったのが暁だったと思います。
あと東京行くのになんか乗りましたね。で実際ブルートレインに乗ったことあるって言ったって、まあ自分のことを思えば確かにそんな回数を乗ってたわけでは、まあまあ子供のブルートレイン全盛期っていうのはまあ子供の頃だったんで、もちろん自分でその切符を買って自分でどっかに旅行に行くなんてことはもちろんなかったんですけれども、そんな感じだったんですね。で一時期そのブルートレインっていうものが廃止されて、まあいわゆる夜行列車、寝台列車、まあどっちの言い方が正しいんですかね、まあ夜行でも寝れるようなベッドのないのをが座ったまま行けっていうんであれば、まあそれは夜行列車なんでしょうね。だから寝台、まあいわゆる僕が今言ってるのは、まあ寝台と言っていいでしょうね。寝台列車っていうものがなくなったのに、まあ毎回そのずっとそれでも例えば九州に帰るのに、まあ新幹線を博多から東京までもちろん乗ったことはありますけれども、普通今九州に帰るのには大概僕はスターフライヤーを使ってるんですけれども、やっぱ飛行機をどうも使ってしまいますよね。その時間の感覚っていうものが変わってきたと思います。でやっぱり夜行列車っていうものがなくなっていったけれども、また JR が作ってくれたのが、あらやっぱり名前が出てこない、それの列車がそこにありますね。あと貨物列車ですね。あとそのいくつか買ってるんですけれども、買う理由、 Nゲージの列車を買う中には、まあ掘り出し物って言い方は僕にはよく分かってないんですけれども、その価格が安くなってるもの、まあそれは不人気なのかいろんな理由があるんですけれども、あれ中古でもいいんですけれども、その価格が安くなってるようなものもあって、まあ確かにそういうものを買ったりもします。でもやっぱりなんとなく思ってるのは、自分が乗ったことあるようなものを買いたい、買ってしまうところ、あるいは憧れてる列車を買ってしまう。でこれ湯布院の森、多分これ単に写真ではなくて、これ多分写真ではなくて合成じゃないな、 CG なんかそんなもんだと思うんですけれども、その湯布院の森っていうのの思い出は、こういう列車が出た時に、ああやっぱ乗ってみたいなと思いました。でまずその頃自分の父親が、元気だったので、もうずいぶん前の話ですね、その父親と一緒に乗った思い出があります。でやっぱ思い出の列車があれば買ってみたくなるのはやっぱ世の常だと思いますね。でまだ開けてないんですけども、開けてみましょう。やった、ちょっとやたら途中の話が長かったですね。こういう感じです。落ちないよね。こういう列車ですね。なかなかこうかっこいいんですよ。そのかっこいいっていうのは、この当、まあ当時って言い方は良くないですけども、この列車の色が湯布院の森という、湯布院の森号、湯布院の森という名前がついてて、森をイメージさせるこの緑、まあ、正確に言うと緑っていう言い方はどうかと思いますけれども、緑っぽいこの色、車体の色と、もう明らかにハイデッカー、窓の位置が、まあ、2階建ての2階っていうのは言い方はどうかと思いますけども、高い位置に、窓があるって見晴らしがいい。でこれはいいはいいんですけれども、今から考えると、なんて言うんでしょうね、こう今ってこうバリアフリーという言葉がありますよね。その例えば車椅子に、バリアフリーはまあ別に車椅子だけじゃないんですけれども、まあ身体的なハンディキャップが
あったとしてもそれは、なるべくその列車を利用することにそのなるべくそのハンディキャップの影響は、まあ、受けないはないですけどもね、そのなるべくその移動の自由制限をがかかるようなことはないようにしようというのを、まあ、バリアフリーなんでしょうけど、バリアフリーの観点からいくと、まあ多分言い方悪いけどアウトな車両だったと思います、車両だと思います。記憶が正しければ乗降口から乗ろうとするとこうハイデッカーでもう床面がまずそのホームとフラット、全然フラットじゃないですよね、さらに高いんですよ。でその高くて、まあ、今はひょっとしたら変わったかもしれませんね、リフトがついたとかなんかエレベーどっかの車両だけにはこうエレベーター、エスカレーター、エレベーターみたいなものがあるとか言うんだったら話は別けれども、別ですけれども、変わってなければ乗降口から乗ったらいきなり狭い階段を上がってハイデッカーの上の床の部分の床のが高いですから、そこまで車両の上の方に登らなきゃいけなかったですね。変わってたらちょっと申し訳ないですけど、最近乗ってないんでわからないんだけれども、まあ車椅子なんて言ったら乗ることができないということはないですけれども、まあ一手間二手間三手間ぐらいかかる、今から思えばこのバリアフリーというのにはちょっとどうかなと思うような部分が、まあ変わってるんだったらすみません何度も言いますけども、ひょっとしたら JR 九州は改造を加えてるかもしれないんで、ちょっとそこは分かんないですけど、僕が乗った時は明らかにそのハンディキャップな人をその優遇するような車両の構造ではなかったですね。